バイキュー前総統と江議下元行政委員長が原子力発電を基礎としてグリーンエネルギーを発展させる国民投票の実施と建設が凍結された第4原子力発電所の建設再開、それに、電業法における2025年に非核国家実現という目標の廃止を主張しています。 これに対して蔡英文総統は2日、新エネルギー国際フォーラムの開会式で挨拶した際。 最近、猛暑続きで台湾の電力使用量が相次いで記録を更新しているが、予備率は依然として6%以上を維持することができる、その原因の一つは太陽光発電の貢献だと指摘、数年後、洋上風力発電は台湾のグリーンエネルギーの主力になる、なぜなら台湾海峡は世界に認められている風力発電に最適な場所からだ。 冬の風力が特に強いと紹介しましまた蔡総統はまた一部の原子力発電支持者はグリーンエネルギーが安定していないと指摘原子力発電を基礎としてグリーンエネルギーを発展させることを主張しているこれは一見正しいように見えたが実は何かが間違っており世界の潮流にもそぐわない言い方だと批判しました。 蔡総統は、比較国家は社会的なコンセンサスとなりつつあり、台湾が逆戻りすることはないと強調しました。蔡総統は、政府が各種政策を打ち出していることから、2025年に原子力発電がなくても、電力不足の問題が発生しないと信じていると述べました。蔡総統は、はさらに、に風力発電産業は相対的に高い給与を出して、エンンジニアリング、 電力財務法務マーケティングなどの各種の人材を集めようとしている台湾のグリーンエネルギー経済とグリーンカラーは今後も成長を続けるだろうと期待を示しました蔡総統はエネルギー構造の高度化はすぐ達成できる目標ではないが大勢の人たちが同じ目標に向かって邁進していることから 台湾は必ず成功すると自信を示しました。